楽天ファン150人に緊急アンケート。ザ・いいパパみたいな。手料理とかも結構うまそう。めっちゃ甘やかしてそうな。踊ってそうです。2022 Eagles Best Father Award。 7位から5位にはこちらの面々がランクイン。ここからトップ3を紹介。抱っことかよくしてそうな、あやしてそうな、絶対に家族優先、松井裕樹選手。お、3位にランクインしたのは楽天が誇る守護神松井裕樹。史上最年少での200セーブ達成も視野に入れる今シーズン、開幕から抜群の安定感で楽天リリーフ陣を牽引。妻で女優の石橋杏奈さんとの間に一昨年第一子が誕生。新米パパとして子育てにも奮闘中。ベストファーザー賞3位にランクインということになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。感想を伺ってもよろしいでしょうか。まあ、そうやって思われてるのはちょっと意外かなと思ったんですけど、ファンからはこんな声が。皿洗いとか洗濯物たたんだりとかは松井選手がやってくれそうな感じ。めっちゃ甘やかしてそうなイメージがあります。はい、なんかデレデレな感じが。お子さんにデレデレしてそうという意見もありましたが、やっぱりどうでしょうか。可愛いですか。それは可愛いですよ。ああ、やっぱりそうですか。たまんない。家事をその積極的にねやってくれそうっていうお話がねありましたけれども、いや僕寝かしつけ以外は何でもできるんで。寝かしつけはダメですか。最近妻の腕をこう握って寝るのが子供が好きで、まあ、3人でベッドに入るんですけど、まあ、僕が寝かしつけてるっていう感じではないんですよね。今までで2回ぐらいですね、本当に。さて、今シーズンご家族にどんな姿を見せたいでしょうか。まあ、抑えてる姿、元気に球場にいる姿、まあ、投げる姿になるんですけど、見せれたらいいなと思います。ファン150人が選んだ楽天のベストファーザー賞第2位は、一緒になって遊んでそうです。キャッチボールとかなんかして戯れてんじゃねえかって感じするな。私は銀次。第2位は楽天一筋17年の銀次。球団初の日本一に貢献した道の区の安打製造機は今シーズン主に代打の切り札としてその勝負強さを発揮。2012年に結婚、3児のパパ。2位に選ばれましたが、この順位を受けていかがでしょうか。なんで1位じゃないのかなと思いました。銀次的には1位だと思ってました。銀次選手の熱烈なファンの方からインタビューを取りまして、この VTR ちょっと見ていただきたいんですけれども、その熱烈なファンというのが元楽天の増田慎太郎さん。銀次とは同期入団で親友とも言える中、現在は楽天ファンが集まるお店おでん慎太郎の総監督を務めている。銀次1位じゃないですかね。で、僕は納得いかないですね。1位取って欲しかったんですけどね、はい、親友が語る父親としての一面は。基本的に優しいんで、すごく誰に対しても子供に対しても、そこはなんか結構素振りやらしたりしてるみたいですね。なんかこうプロ野球選手に将来しようとしてるみたいな。いやー、どうなんすかね。そういう話はしたことないですけど、僕的にはプロゴルファーにしてほしいです。僕がゴルフ好きなんで。お子さんをプロゴルファーにしてほしいっていう、基本的に自分は好きなことをやらせたいと思ってるので、まあ自由にやらせてあげてます。野球とかやっぱされる時って、俺の血をちゃんと受け継いでるなと思うとかって何かありますか。はい、思う時はあります。9時10時ぐらいになってから素振りしたいって言い始めたり。一緒にお付き合いして練習はされるんですか。もちろん自分はついてきます。今シーズンお父さんとして子供たちに見せたい姿というのを教えていただければと思います。自分が打席に入ってやっぱりヒット打つことがすごく大事だと思います。そしたらみんな喜ぶと思います。ということで、楽天ベストファーザー賞第1位に輝いたのは田中将大。家族をこう笑顔にする力を持ってそう。休みの日はこう家族みんなで公園で遊んだりとか。優しそうな感じがしますね、あのお子さんに対しても、うん。
日本球界復帰2年目の今シーズンはここまで楽天先発陣トップの防御率をマーク。大黒柱として頼もしい活躍を見せている。妻でタレントの里田舞さんとの間に2人の子を持つ田中将大。実は父ひろしさんも2010年にベストファーザー賞 in 関西を受賞。まさにパパ界のサラブレッド。エスプルタの企画でファン150人が選んだ2022年楽天イーグルスベストファーザー賞に選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。ご感想いかがでしょうか。いや嬉しいですよ。率直にやっぱそういう風に、言っていただけるのは、はい、それではそのファンの方の声をここでお聞きください。はい、はい、でもなんか怖いなめっちゃ子供がそう。ああ。なんか手料理とかも結構うまそうっていうイメージで、結構あの奥さんの代わりに手料理作ったり、やっぱり英才教育してそうですよね。どんなイメージだこれ。娘にひたすらモモクロの DVD 見せてそうです。モモクロ一緒に踊ってそう踊ってそう一緒にあ本人これ見ると思ってんのかな。これ手料理が上手そうだという話もありましたけれども、家事はどうですか、されますか。でもちゃちゃっとこうパスタ作ったりとかは結構しますかね。ちょっと食べてみたいですいやいや、もう人様に食べてもらえるように作るとかできないです。もう緊張してできないです。モモクロ一緒に踊ってそうっていう話がありましたね。はい、一切そういうことはしてません父親として大切にしていることっていうのはありますか。父親として子供がやりたいことをやらせてあげたいと思いますけど、まあ、ある程度やっぱりしっかりとレールを敷いてあげて、そうできるようにっていうふうには思ってます。家族の存在が野球をする上でどのようなこう力になってるか、それを伺いたいんですけれど。まあそうですね、やっぱり一番の支えですし、やっぱり自分にとってのエネルギーにもなりますし、いつも背中を押してもらってるんで、いい姿を見せることができればなというふうには思ってます。ベストファーザー賞おめでとうございました。ありがとうございました。すいません、お時間取っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。